ワ1フをご覧の黒部市民の皆さん今自宅で食後のドリップコーヒーを楽しんでいる方もいらっしゃるのではないでしょうかそのドリップした後の粉どうしていますか黒部市でしかできないとっておきのコーヒーカスの捨て方教えちゃいますよこちらです 黒部市ではなんとドリップした後のコーヒーかすを家庭の排水口から下水に流すことを推奨しているんですご家庭で使用されたドリップコーヒーのコーヒーかすあると思うんですけどそれをキッチンの下水管に直接流してほしいということをのえっの2月から呼びかけ始めたところです。下水と 流れてきたコーヒーカスを混ぜ合わせましてバイオマスエネルギーを取り出す原材料としたいと思っています黒部市の下水処理施設には集まった下水をきれいにする設備はもちろんのこと残った汚泥とコーヒーカスを混ぜてバイオガスを取り出すす設備もあるんですコーヒーカスは意外と油が含んでまして。 でメタン発酵しまますす。とガスの量がたくさん出ます下水予定の約10倍のガス量が確保できますので地域のバイオマスとして混合することのメリットは非常にあると思っています。黒部市では県内の飲料メーカー2社の工場から年間2000トン近くのコーヒーカスを受け入れ下水と混ぜてバイオガスを取り出しています。バイオガス と言いましてガスの中身はメタンガスなんですけどもこれは都市ガスと同じものですで、バイオガスで今1時間あたり約100リュウベ出てまいりますですからメタンガスに換算するとだいたい60から65リュウベになると思いますこの量は多分一般家庭のガスの使用量の1、2ヶ月分に当たるのではないかと思いますのでまあ、1時間にそれだけ出るというのはかなりの量だと思います 2011年から始まったこの事業もっともっとコーヒーカスが欲しいということで今年から各家庭からも下水に流すよう呼びかけているんですもちろんフィルターは流してはいけないのですがコーヒーカスだけであれば詰まらずに処理施設まで流れるそうです取り出したバイオガスは施設全体で活用していますこちらがボイラー室です 通常、ボイラーで蒸気を作るとなりますと、化石燃料の灯油などを使うことが一般的ですが、こちらの施設では、バイオガスを燃料として、下水汚泥の乾燥、それから発酵素の加温に役立てています。また、発電にも活用し、施設の電力の一部を賄っています。その他にも。 熱源をこちら足湯でも PR 用に使わせていただいてますさらにガスを取り出した後のおで泥は乾燥され肥料や高岡市の製紙工場で燃料として使用下水をこれでもかと利活用し年間およそ1000トンの CO2 の削減につながっています下水のおで泥を使って でえー、とコーヒーかすとミックスさせてバイオマスエネルギーを再電源に引き出してた新たな資源としての価値を生み出しているそして全量をそういうふういいいいに使っているっててるとのは全国でもごく稀なケースだと思っています朝飲んだコーヒーカスをゴミ箱に捨てるんじゃなくてそのままキッチンに放り込んでいただければもうすごくお手軽なご家庭でもできる SDGs につながるものと思っております。 なんと黒部市はこれだけでは飽きさらずもう生ごみも流してほしいということで家庭にディスポーザーザをを設置すするることを推奨しているんです多くの自治体では下水処理施設に負荷がかかるため取り付けないでとしていることが多いのですがバイオマスエネルギーを取り出す特殊な設備がある黒部市は逆に設置に補助金を出しています。黒部市民のの皆さんあなたた家から出た下水が コーヒーヒかすが生ごみがエネルギーに変わりますよ。